さあ今週もやってまいりました週刊バイク TV。 雨が降ってもいろんなとこに出没しますよ。バイクのランで何の人生か、私がもう人です。そしてはい、ちょっと雨模様ですけれども会場は盛り上がってます。バイクって素敵やん、藤原明子です。はい、はい、ということでございまして、今日はですね、我々どこに来てるんでしょうか。はい、栃木県にありますツインリンクモテギサーキットです。そうでございます。今日のイベントは何やってるんですかね。今日は全日本ロードレース選手権スーパーバイクのレースが行われています。はいはい、それに応援しに来ました。ということなんです。で、言いながら今は続々とね、皆さんやってきていただいておりますが、そのロードレースに来ているお客さんおよびこの回に関して、この全日本ロードレースの時に関してはですね、モテギこのサーキットの敷地内に入るところ、それもオートバイで来れば入場無料という道の駅と貸してるわけでございます、ここは。で、そこに集まったお客さんをうちの番組独自の視点でいろんな形で勝手に表彰してしまおうという、勝手にツーリングアワードの季節がやってきたのでございます。そうなんです、今や毎年恒例となった週刊バイク TV 杯勝手にツーリングアワードが今年もここ栃木県ツインリンクモテギで開催されました。この勝手にツーリングアワードは全日本ロードレース選手権第1戦の予選と決勝の2日間で行われるイベントで、前日の予選日にも多くのライダーの皆さんが自慢のバイクとともに集まってくれました。先ほど真人さんからも説明がありましたが、この勝手にツーリングアワードはバイクで来場したライダーの皆さんを文字通り勝手に表彰しちゃおうというイベントで、会場でエントリーされた方が対象となっています。例えばうちのグループが一番人数が多いだろうというグループの中から最多グループ賞を選び、僕が一番遠くから来たんじゃないのという中からロングライド賞が選ばれたりするんです。また MC のお二人が選ぶカスタムマシン賞はまさに勝手にお二人の好みで選んじゃうんですよ。おや、あれ、お二人さんどうしちゃったの。はい、それでは行きます。3、2、1、GO。 あー、なるほど。なんと真人さんと藤原さんはツインリンクモテギ内に前日オープンした日本最長343メートルのメガジップライン翼を楽しんでいたんですね。うわー、楽しそう。でもメガジップライン翼すごかったね。乗ってきましたね、噂のメガジップ。もう昨日の段階でもすごい大人気でしたけども、っていう音とともにだん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 グランドスタンドが近づいてくる。人々が下から見上げるのが見える。お客さんが何やっていう、めっちゃね、視線集めますよ。結構な音がするのでにゃーっていう音とともに行く感じ、で、ヘリコプターで、はい、もうツインリンクモテギを上空から見れるってやつだったよね。乗ったんですよね。乗れるかなと思ってたんですけど、まさかこのモテギを上空から見下ろせるっていうヘリコプターに乗ってきたんです。そうなんです、これがねまたすごいんです。もう普段ね、その、グランプリロードレースとかに、空撮ってあるでしょ、ヘリコプターで俯瞰でバラ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 って見てるやつ、あれが実際目の前、全く一緒。しかもその時には起こり得ない動きがあったりとかね、で、まあ、これから先もね、リクエスト多ければまた考えますよみたいな話もしてくれてたんで、ぜひとも皆さんまたね、リクエストバンバン、ツインリンクモテギの方にお送りください。よろしくお願いします。まあ、というわけでございますけれども、はい、我々今日またね、勝手に表彰しますから、していきたいと思います。はい、そうなんです、うん、皆さんどんなバイクがあるんでしょうか。この後お楽しみに。
私藤原が選んだ1台はこちら、ハーレー48です。はい、私はですねガチガチのカスタムっていうよりはおしゃれな見た目で、お、なんだこれはっていうのを基準に選んでみました。おしゃれにかっこよくツーリングを楽しんで乗ってるんだろうなっていうのが分かる1台だったのでこちらにしてみました。さあ、俺が選んだ1台はこちらのカブなんですけどもね、もう見るからにあなたが知っているカブとは違う形になってますよね。もう本当に何でしょう、プレスバックモンフレーム、普通であればここのタンクのポジションないですけども、タンク増設、この後のタンクレールもちゃんと作ってありのダミーじゃないです。膝挟むだけのためのものではなく航続距離も伸びます。でもちょっと失礼しますね、でこういうところですね、このねシート、また、サドルシートをつけながらこの50周年のエンブレム、こういうところでかっさりこうつけてあったりとかするところ、カブに対する愛情がないとこんな感じになりません。あなたもどうでしょうか。 CM の後は表彰式です。皆さんこんにちはと一応元気よく、今の時間からこちらはですね、勝手にツーリングアワードの、表彰式の方に入らせていただきたいと思うわけなんでございますが、番組としてはですね、まあ、女性目線として今回また新しく藤原明子さん、登場でございますけども、はい、4月からそうなんでございますが、はい、ねゲストと違ってまたね、もう完全にもうレギュラーですから、はい、もうあのゲスト扱いはしませんのでビシビシ今ビシビシ来ていただいてる状態です。ビシビシなんです、はい、しかも、皆さんは実はこうやって、なんでしょうね、うん、ライディングギアの藤原くんっていうのじゃない形の藤原くんは何回も見たことがあるかもしれないですよね。サーキットではキャンペーンギャルのガールなので、はい、よく来てましたけれども、こういう形では初めてなので、はい、今さくらちゃんの形を見てどう思いますか。かわいいなって思う。かわいいな、よかったですお母さんみたいな、寒々しいとかそういう形じゃないです ね、 ですね、相当厳しいお仕事ですからね、はい、この仕事。そうなんですよ、もう終わったらもう倒れますもん、仕事だったらね、終わった本当です。わかります、苦労は、ということでございます、はい、ぜひとも皆さん愛を持ってですね一緒に盛り上がっていこうと思います、はい、寒いですけどね、よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、さあということで、この全日本ロードレースに合わせて、毎年毎年やらせていただいております勝手にツーリングアワード、もう皆さんに来ていただいて勝手に番組が表彰していこうじゃないかと。そうなんです、いうことなんでございます。今日朝からね駐車場の方で皆さんのバイクを見させていただきました。昨日もね、たくさんの来場者の方いらっしゃいくださいましたけども、はい、今日来てる人はまた気合の入り方が違いますからねだって雨でもバイクできてますもん。そりゃそうですそれでは週刊バイク TV 杯勝手にツーリングアワード表彰式をご覧ください。では平均最年長賞、ブリヂストン平均最年長賞の発表でございます。チーム八千代の皆さんいらっしゃいますでしょうか。チーム八千代の皆さんいらっしゃいますでしょうか。いやー、最年長が全力疾走な感じでございます。さあ、そしてこれに負けずに来ていただきたい、だからだからだから、はい、小山高専ツーリング界隈、あ合ってる、はい、いらっしゃい。今日はどちらから。あ、茨城県の八千代町というところから参りました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。さあ、そしてこちら同級生なんですかね。あ、完全同級生、うん、ということはみんな同い年ということなんで、一応、ね、年齢を聞いてみましょう。何歳。17です。17、バイク歴は。バイク歴は、もうそれ1年1年もうすぐ1年そうです、もう1年なんて言った皆さんそれぐらいですか。はい、大体同じぐらい。まあこれからもね、安全に君たちみたいな子が走ってくれないと、うん、バイク人口が先細りな感じになってるからね、しっかりとこれからも広めてください。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。じゃ続いてこっからは、カスタムマシン賞、これを見るために僕たちはもうずーっといたんです。週刊バイク TV 勝手にツーリングアワード2013カスタムマシン賞の発表、マヒト賞の発表でございます。じゃじゃん、ホンダ株90でお越しの平井美希夫さんいらっしゃいますか。はい、おめでとうございます。じゃあこれ
カスタムポイントをご紹介ください、はい、モンキーのタンクとかサイドバッグがついてるんですけども、はい、全て自作で作りました。そうなんです、業者任せにしない自分のバイクです。これがね、いわゆるプレスバックボーンフレームって、要はタンクがシート下にあるでしょ、カーブなんですけど、タンクがちゃんと膝の間にある形になってます。でもこれにはちゃんとタンクレールがしっかりあって、で、従来のシート下のタンクもこのモンキータンクも、ね、生きてます。生きている、はい、果てしない航続距離、燃費の良い、カブですから、果てしない航続距離プラスモンキー分のさらにガソリンが乗っかってるわけですからね。だいたいこれでだけどフルタンクでどれぐらいまで行けます？フルタンクで400キロは行くと思うんですけども、はい、ただ問題なのが、はい、カブは燃費がとてもいいので、はい、燃料の給油回数がものすごく少ないんですね。ほうほう。ある日突然ガス欠になります燃料の忘れちゃうんですねさあお次でございますよ。はい、私が選んだ賞ですね。はい、はい、カスタムマシン賞藤原賞です。黒坂健次郎さん。健次郎さん、お、いらっしゃいましたね。あ、こんにちは。はい、おめでとうございます。どうぞ。おめでとうございます。そのハーレーの、はい、こだわりポイントを教えてください。何もないんですよ、ノーマルでこの格好。あ、そうなんですねエンジンカバーのとこにライト、あ、自転車のライトです。はい、あれはなんでつけてるの？あれはガソリンタンクが小さいんで、はい、夜に燃料入れるときに、はいはい、ガソリンを入れるときのためのライト。あ、そのためなの、はい、これもだけど本当にシンプルに綺麗にまとまったカスタムで非常に美しく、女子の受けもすごく良かったです。ですよね、はい、はい、もうですね、狙い通りということですね。はい、全然濃くなくて、でもすごくシンプルだけど綺麗にまとまった感じがいいなと思いました。はい、大丈夫ですよ。はい、ということでおめでとうございますありがとうございましたさあ、そういうことでございまして、はい、まだまだあります。まだまだ個人賞、はい、週刊バイク TV 杯勝手にツーリングアウト2013ロングライド賞は、CBR600RR でお越しの田代聡さんいらっしゃいますか？お、いらっしゃいました。ありがとう。え、俺でいいのって思ってる距離感ですよね選ばれてますよ。そうなんです、雨の日に来るとロングライドショーが意外と近場でも行けるっていうことの証明になったんじゃないでしょうか。はい、おめでとうございました、はい、ちなみに走行距離は 106.4 キロです。ロングライドがこれどういかにこれタフなコンディションの中皆さんがいらしたということでございます。こんなことやったら俺もエントリーしとけばよかった、そんなあなたは次回ぜひともよろしくお願いします。はい、おめでとうございました、はい。いやー、いいねいいですね、いいね。次行きましょうか、はい、川崎ベストタンデマー賞。はい、はい、タンデムで一番距離が遠かったペアが対象となります。はい、ZRX400 でお越しのアンドリューさん、はい、おめでとうございます。コングラチュレーションということではい、ということでございます。どうもありがとう。いやすごい、そう、藤原君本なら堪能な語学力を持ってちょっと彼にインタビューをいやいや、そこはやっぱりいや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 、ちょっとやってごらんな、ね、やってごらんな、ね、やってごらんな、見本見せてもらおうかなって、やってみどっから来はったんですかあ、スコットランド。ご夫婦ですか？あ、ご夫婦で、で、よくタンデムでいろんなところに行ったりとか。私免許持ってないので後ろに乗せてもらってます。なんですかね、これから先も、日本の四季を楽しみながら走り続けてください。うんうん、very much。 はい、おめでとうございます。 Congratulations。 ありがとうございます。 Have a nice trip。 さあ、そして、お次の表彰に移りたいと思います。はい、バイクセブンルーキーライダー賞、東京中日スポーツ F1 エクスプレスベテランライダー賞、ビギナーとベテランという形の考え方でございます。では最初に、ビギナーを呼ばせていただきましょう。週刊バイク TV、はい、勝手にツーリングアウト2013フレッシュマン賞はVTZ250 でお越しの高久海君。はい、おめでとう。やはり17歳が取りに来ましたね。さあ、お次でございます。はい、ベテランの方、はい、行きましょう。週刊バイク TV、はい、カーテンツーリングアウト2013ベテランライダー賞は、ホンダ CB1000 でお越しの清宮和夫さん、いらっしゃいますか？はい、いらっしゃいまし、いらっしゃいまし、お願いします。はい、おめでとうございます、はい、ということで、一番若い衆、はい、一番若い衆ですが、はい、なんで免許取ろうと思ったんですか？
友達がどんどん免許を取っていて羨ましいなと思ったんで。そして一方ベテランの免許取ったのはいつですか？昭和44年かな。昭和44年と言いますと多分彼らのお父さんお母さんが生まれたかなぐらいな感じですね。ですよね、うん、でもそうですね、長いことキャリアありますけど、はい、ずっとバイクは乗り続けてらっしゃる。そうですね。あら、はい、素晴らしい。長いこと乗ってて、今までこうやってね無事に乗ってこられてますけど秘訣は何ですか？そうですね、無理しないことですね。無理しないこと、これ大事、はい、ね、金華玉城が無理するなっていうことです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、おめでとうございます。だいぶ長いこと長いこと皆さん正しいこと申し訳ございません、はい、雨の中週刊バイク TV 常に皆さんと共に走っていきたいと思ってます。よろしくお願いします。ではまた失礼します。ありがとうございました。今ブラックアウトレーススタート。まずは津田がいいスタートか、津田がいいスタートか、中須賀とサイドバイサイド。しかし1コーナーを制するのはアウトサイドから秋吉康介。それではここで全日本ロードレース選手権第1戦スーパーバイク in モテギ JSB1000 の決勝戦をご覧いただきましょう。さあ今最終のビクトリーコーナーに姿を見せました。霞んでいる中トップを取ってきているのが4番の秋吉、2番手には柳川、3番手に東方レーシングの山口、4番手に中須賀、5番手には今高橋拓海、6番手には加賀山、7番手近藤、8番手に藤田拓也、9番手には安田、10番手には渡辺和樹、11番手に津田、12番手に清水です。さあちょっと霞んでいますのでなかなかちょっと車両の判別もつきにくいぐらい視界も良くない状況ではありますけれども、4番の秋吉康介がどんどんとリードを築いていきまして、もう J3 のルーキーたちにとりましてはテストも少なかった中でウエットでのテストがほとんどできていない中できていない中でいきなり開幕戦がウエットコンディションはちょっと酷だったかも分かりません。さあそして1分59秒563ファイナルラップに入る秋吉康介がなんと1分59秒の真ん中ファーストストラップを塗り替えました。誰も近づけません、誰もその領域に達することができません。このラップタイムゼッケンナンバー4番のトップ伊達秋吉康介、今シーズンチャンピオンへ向けて復活ののろしを上げる。昨年は怪我に泣かされた、その開幕戦出られなかった鬱憤を晴らす。最後はウィリーで開幕戦お祝いしてチェッカーのフラッグ優勝を飾りました。彼らしい、彼らしいチェッカーの受け方。そして2番手高橋拓海、今チェッカーを受けていきます。なんとその差は17秒差。そして今中須賀克行が意地の3位表彰台をもぎ取った。大きくトロフィーを掲げていただきましょう。ご覧いただきましたように今年の第一戦は FCC TSR ホンダの秋吉康介選手がレインコンディションの中一度もトップを譲らず圧倒的な走りを見せ2013年の開幕戦を制しました。秋吉選手おめでとうございます。さあそういうことでございまして、メガジップライン翼を乗ってきましたし、もう係員の方今くるくる回りながらがってパブ頑張ってますね。はい、まあ、各のごとく安全な乗り物でございます。ぜひともね皆さんも試していただきたいわけでございますが、まあ本当に俺ら何しに来たんやという状況でございますが、いわゆる全日本ロードレース、スーパーバイク in モテギ、こちらを、やってることをいいことに、はい、勝手にオートバイに乗って、はい、来た人たちを勝手にツーリングアワードで表彰させていただきましたが、はい、まあたくさんの方がいらしてくれて本当にありがとうございました。まあ、今年のね、この勝手にツーリングアワードに関しては寒かったりちょっと雨が落ちてきたりとか、ね、天候的には良くなかったんですけども、はい、でも本当にね、あ飛んでる飛んでる、この公共また面白いですよ。そうなんですよねえ、お股開くのはエアブレーキですから、はい、まあ、いろんなことが起こるわけでございますが、はい、
本当にね、いろんなことが楽しめる。これから先もまたたくさんありますね、はい、そうですよ。5月に入れば花火ですね。花火、はい、ね、もうグランドスタンドから目の前に花火が上がります、上がりますから、はい、これも見てほしいのと、はいはい、あと出たい私たちも、はい、マヒトさんが出ますから、はい、出ます、うん、走りますよ、応援待ってますよ。来てくださいね、遊びに来てください、よろしくお願いします。あとは何ですかね、やっぱり MotoGP 選手権、世界選手権が待ってますよ、秋には。しかも15周年の、うん、モテギで開催される15回目のアニバーサリーイヤーでございますから、うん、きっと何かいろいろやってきますよ。今年1年またツインリンクモテギ目が離せなくなってまいります。ツインリンクモテギとともにいろんなイベントもやっていこうと思うんでね、ぜひとも皆さん遊びに来てください。で、普通に遊びに来ていいですよ。レースが開催してなくたって遊園地もあれば森の中でキャンプもできる、自然体験もできる、いろんなことができますからね。いろんなことができます。普通に遊びに来てください、ね、人もよろしくお願いします、はい、ホテルツインリンクもめちゃめちゃええよ。ということでございまして、いろんな意味でてんこ盛りな、この2日間でございました。皆さんもぜひまた遊びに来てください、よろしく。ということで今週も週刊バイク TV そろそろお別れでございます。では皆さんまた来週、バイバイ。向こうでも手振ってるよ。